まりました。スマップゲームチャンネル。チャンネル。いきますよ。それではタイトル変わる、はい、早速いきましょうか。そう。アビスの日の目で九年。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。さあ始まりました、はい、スマップ&アピッツの日の当たる宮殿、うん、はい、この番組はですねスマップグループのスマップハンスアクセルフォンフェルセントアピッツが各週にわたってお送りしておりますニコニコ生放送、はい、ナイトチューブとなっております。はい、それでは早速ですが簡単に、はい、自己紹介から。そうですね。やっていきましょう。誰から行きましょう。それでは一番向こう側の太陽くんから。太陽くん。どうぞ。みんなおは太陽。太陽だよ。アピッツを照らす太陽こと太陽です。おはよう。これズームならないですね。ちょっと恥ずかしい。おはよう。は太陽。は太陽。やった。太陽、うん。決まったね。決まったね。さあそんな素敵なおは太陽。はい、いただいたところで、はい、じゃあ真ん中のトーマくんからもどうぞ。僕が、はい、アビッツのマンバケンことトーマです。お願いします。よっよっ、トーマくん今日はクールに行こうかな。今日はクール、はい、髪型も普段と違って違いますね。顔の長さがちょっと引き立っちゃってるなっていう感じは。汗かいてる？かいてないです。まだまだ大丈夫、はい、まだ大丈夫です。まだ大丈夫です、ね、まだ大丈夫です。これからかいていこう。かい、あ、やだな。そして、はい、そして、今回なんと、はい、司会進行を、うん、司会進行を務めさせていただきます、秀吉です。やー、ホストショー、よろしくお願いします。やー、ホストショー、ミスターホストショー、ミスターホストショー。その話もちょっと多いよ。多いですね。多いね。で、おそらくなんですけど、この後ちょっと遅れてコスペースがちょっと空いてると思うんですけど、はいはい、まあね、まあちょっとアップする看板、はいはい、看板がね、看板がまあ遅れてくると思うんですけど、まあまあ僕らではね、やっぱね、うん、まあちょっと花がないということで、僕らでは、ね、僕ら3人ではね、はい、あ、足りない、足りない、うん、足りてないかな、ね、おしゃれ番長が、おしゃれ番長が予定で出てくるのかななんて思いながら、はい、楽しみに待ってて。そうですね、うん、それでは早速まあ毎回恒例の、はい、マリアージュ、あ、いいですね。ですね、まあ乾杯をしていきましょうか。そうですね、うん、はい、それではね、今回は、うん、まずは料理から、うん、料理から、はい、ちょっと紹介していきましょう。はい、今回の料理は、鶏肉とロールレタスを使った、はい、チキンムースのロールレタス、ほにゃららブランデーソース、はい、ほにゃららとじ、どこ、ほにゃららとじ、うん、まあロールレタス、いや、うまそうだな、おいしそう、いや、おいしそう、おいしそうですね、うん、はいはいはい、となっております。ます、はい、それともう一つ、ワインの方のご紹介、はい、ワインの方かな、こちら、はい、はい、こちらがですね、こちらが、はい、ノストラーダのマカベオムスカっていうワインになります。マカベオムスカ、マカベオムスカ、これがスペイン産、スペイン産です。スペイン産の産地で、今まで、うん、あのアピッツの、まあ、そのグラスで出してたワインが変わりまして、はい、こちらが新しくなった、新しく、はいはい、出させていただいて、出させていただいてます。はい、うん、こちらはね、はい、こちらご来店していただければ20時までは、お客さんは飲み放題の、ね、飲み放題です。はい、白ワイン、赤ワイン、生ビールなどなど飲み放題となっておりますので、はい、ぜひぜひ飲んでいただければ、はい、ね、ご来店していただけたらななんて思いながらも、もらいながらも、じゃあ早速ちょっと海鮮をしたいと思います。白ワインですよ。硬っ、これ大丈夫、マジ大丈夫、開くかな、大丈夫、これがあれやろうか、いきます。こ結構硬いんですよ。おお、いや、さすが、緊張で、緊張で手が、手汗が、ね、手汗で滑っちゃったバッチリな。じゃあその間僕がちょっとコメントでも拾いながら、はい、ハルマイケメンすぎる、やばい、失神する、出てねえよ、今日はハルマちゃんですけどね、ね、新人の同期4人がね、同期4人かなと思いきや、ハルマくんはもう前の放送の時に、ああ、そうですね、グレーのテルを、グレーのテルを、グレーのテルを、はい、やっていただいたんで、ね、なかなかこう、あ、4つついちゃった、大丈夫かな、大丈夫、うん、ではそれでは、はい、ちょっと分けていただいて、はい、だだだ、俺が2杯の、それでは、はい、乾杯の
準備ができましたので、はい、できました。皆様と乾杯したいと思います。乾杯したいと思います。よかったらご一緒に。はい、乾杯は画面の向こうに向かってですよ。向かって、それでは乾杯。ありがとうございました。まずは香りからね。うん、おいしい。うん、飲みやすいですね。ね、本当に飲みやすいですね。めちゃくちゃ、うん、僕なんかはもう赤ワインがちょっと重すぎて、うんうん、あんまりなんだ気によってなんですけど、はいはい、うん、なんかあんまり進まないなって感じなんですけど、白ワインは、はいはいはい、特にこの、ノストラーダ、ミスカ飲みやすい。ノストラーダのね、もう飲みやすく、うんうん、広がりもしっかり、うん、広がりも広がり、口周りのふわっと広がるのいいな。そうだね、そのワインにですね、うん、こちらはい、もう早く食べたくてうずうずした。マリアージュ、マリアージュ、はい、マリアージュの方でいきますか。それではどうしよう、誰にやってもらおうかな。はい、よく、マリアージュ。マリアージュはやっぱりあれですね、うん、マンバケンにやっていただきたい。マンバケン、僕マンバケンがすごい好きだから、やっぱりその中でもやっぱりこのトーマさん、うちのマンバケン、うん、一番面白く伝えてくれる、はい、美味しさも全て任せてください。本当に、うん、パスと決めよう。よし、よし、やっていこう。じゃあこちら端っこが一番大きいからね。そうだね。ね、こちらのワインはノストラーダミュスカとなっております。ミスカ、人がゴミのようだと。さあ、マリアージュの方、ね、あの、はい、いただきます。うん、おいしい。うん、すごいね、コメントが全部ラピュタのコメントになってる、ね、ラピュタのコメントなんだ。ヒデさんはやらかしてないですか、ね、僕は、ヒデさんはやらかしてない。合ってる、合ってるよ。それではマリアージュの、マリアージュどうでしょう。もう一言で言うなれば、うん、はい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 、言うならば味と香りの宝石箱や。いやー、やっぱあれですね、うん、いいいいね、いい、うん、滑り止まった。いいいいいいな、いいな、美味しい、美味しい、さすが。どうなんだろう、じゃあどうなんですかね。マリアージュ名人こと僕が、うん、ちょっとやってみようかな。ワインの似合う、さあ、お願いします。この中だったらヒデヤさんが一番かっこいい。かっこいいですからね。そんなことないけど似合うな。ワインの似合う男ありがとう。じゃあいただきます。はい、さあ、まず、ルールのお味の方は、うん、美味しいね。これレバーが入ってるのかな。ああ、ちゃんとしっかりとしたお肉、うん、そしてマリアージュをしていただいて、うん、これは中がムース状になってるからお肉が、そうだね、結構口当たりもいいですよね。ちょっとツナっぽい感じも、うんうん、ね、ツナ、うん、ツナのような食感も、なんて言うんだろう、うん、そのチキンムースのロールレタスの中で一回口の中がパサパサっていうか水分を干す状態になるんだけど、そこに白ワインの酸味と甘さがきれいに口の中を洗い流してくれて、あ、うん、それが喉で一気に合わさって、これはね、美味しい美味しい美味しい、いただきました。よかったね、うまいな。こういうところなんですね、表現の仕方がですね、表現できるところがやっぱりいいな。さらっとね、口先が、まあちょっと体温も食べたそうなんでね、本当にいいな、うん、いいなって思う、ね、じゃあちょっとだけコメントを拾って、はい、で、CM に、うん、そうですね、一度体温も早よ、体温、あるあ、もう、やばいやった、食べて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 、はい、はい、うん、惜しい、あ、まさに、うん、バルス今度エヴァンゲリオン的な感じだった。やばいやばい、逆流しちゃったのかな、パルスが逆流しちゃったのかな、どうやばいやばい。それでは怖い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 、 CM です。はい、ちょっと待って、また後でちょっと待って、
今月の売り上げ300万、うち入金30円、我がアクアにとっても大損害ですよ。これはどう責任を取るつもりですか。お言葉ですが、当社に。ようこそ僕のシンデレラ。さあ CM が明けました。はい、ところで、到着しましたよ。はい、アビツの看板こと大岡玲さん。イエーイ、イエーイ、よいしょ。どんな感じなの、流れは。流れはですね、まず今マリアージュを、はい、ちょうどこの3人がしていたところで、俺も一緒にしていい。はい、よろしくお願いします。自己紹介は大丈夫ですか。いいんじゃない。はい、いる。皆さんご存知の通り、皆さんご存知の、はい、ネオホスの代表こと、ね、大岡玲さんです。大岡玲さん、はい、アピスの看板こと、おしゃれ番長ですね。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと玲さんにもマリアージュを、はい、いただきます。していただきたいと思います。久々だな、なんかこの感じ。どれぐらいぶり。あ、そうでもないか、先月出たか。あ、そうなんですか。そうそう、うんうん、先月かな。なるほどですね。緊張はしますね。うん、今回の料理がチキンムースのロールレタス、はい、はい、ブランデーソースとなっておりまして、ワインがノストラーダミスカですね。どれ、これこれですね。これ、これ入れてしまう。はい、じゃあ入れてきます。はい、じゃあ3人で、あ、4人で、また改めてさ、改めて画面の向こうの画面に向かって、はい、じゃあレイさんからお願いします。はい、お願いします。乾杯。乾杯。いたってシンプルですね。うん、美味しい、美味しい、美味しいですね。司会は、司会が僕、秀吉が、はい、秀吉が、初めて。いえ、2回目ですね。あ、そうなんだ。前回、はい、前回は誰と出たの。前回はですね、うん、天馬さん、颯太さん、うん、あと太陽くん。すごいね、そのメンバーの中で司会ってなかなかなくない。だいたい天馬とかさ、はい、颯太がするもんね。うん、そうですね、だからもうやらせていただいて、うん、どれから。いや、いや、2回目だったら慣れてんじゃない。そうですね、だいぶなんか声も通っているなと、うん、自分でも、ね、実はあのお店ですごい練習した、はい。まあ、一生懸命内緒、恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしい、内緒で。まあちょっと恥ずかしいお話も。そっか、はいね。なんかコメントいっぱい来てるじゃん。どら、すみません、今日一番内ね。レイさんだけ寝よってる。寝よってるね。いやいや、みんな寝よだよ、みんな寝よ。何がネオなの。何がネオ、ね、そう、それをちょっと聞きたいなって思う。ネオ感って何、はい、何だと思う。ちょコメントしてほしいよね。あ、ネオ、確かに、ネオ感、うんうん、ネオホスのネオって一体何なの。もう新しいホストですね、うん。まあよく言うのがバトラーと、ネオパルス、うん、バトラーとあとまあネオホスト、うん、で結構対比されるじゃないですか、うんうんうん。それこそこの前、うん、ね、レイさんが出てたあの、うん、ニコ生のバトラーネオホストを、うん、はい、うん、ちょっと見たんですけど、やっぱまあ簡単に言えば見た目がまず違うんですよね、格好が。誰と比べて。そう、その時出てたのがそのバトラーの方では宮本武蔵さん出てましたよね、うん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 。やっぱそのバトラーはまあこういうカチッとしたスーツ、うん、ネオホストはどっちかというとすごいカジュアルうん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 、両極端だよね。もっと極端、そうですね、そうですね、うんうんうん。みんなはどっち寄りなの。ほどうなんの。秀吉はよくほら、あの山津さんに憧れてて、うんうんうん、ね、お店の中でもまあなんかちょっと近いなって思うとこも結構あるから、うんうんうん。そうですね、アピッツの山と山さんどっちかって言ったらバトラーじゃん、うん、バトラーが。いや、もうそうですね、うんうんうん。僕紳士だね、はい、バトラーなのかなって思うんですけど、トーマくんなんかどうなんだ。トーマさんどっち。僕まだ彷徨ってますよね、きっと。なんかはい、わかんないですね。でもさ、服装だけだったら、なんだろうね、その見た目の話のネオホスとかバトラーとかっていうのは、うん、簡単だよね。そういう服装すればいいだけだし、うんうん、
いや、でもそれだけじゃないんじゃないやっぱって俺は思うけど、それはもう接客だったりってことなんですかね。うん、そしたらネオって何がネオなんだろうね。何がネオ。太陽は、太陽は、太陽、太陽は今どこにいるんですかね。太陽どこにいる、太陽どこにいるんだろう。言ってくれ、言ってくれ、あれみんな、みんなの中みんなの中に太陽はいるよ。あれあれ、ゴミ、ゴミに太陽が来るんじゃないの。しかも最近あんまり太陽見てない気がするけどね。太陽、太陽、もうそろそろ太陽来るからね。最近頑張ってないもん、見たよね。太陽バルホスってね。太陽バルホスってね、やっぱりなんかその、俺はネオホストってのは、はい、あの、いい意味っていうか、まあ、どうなんだろうね。もともとその新宿っぽく、はい、なく、いたいなって思うようになったのが、はい、なあ、じゃあそう思うようになってからかもしんない、うん、そのお自分がネオホストだとかいう感覚はもちろんないし、今でもないし、うん、うん、でもネオホストっていう言葉も言っちゃえば最近だしね、うんうん、それ以前からそういう人たちやっぱいたの、うん、その例えばじゃあ新宿、うん、ホストだから新宿に住むとか、ホストだから髪の毛を盛るとか、うん、そういう文化が昔はやっぱ強かったけど、はいはい、みんなと同じでやっぱ痛くないって思い出してから、うん、かな、やっぱ、うん、個性、うん、そうそう、個性じゃない、やっぱり、うん、俺に個性があるかって言われたらまた分かんないけどね。ルイスさんは僕から見たらやっぱ個性的ですね、うん、過去は、うん、なかなかやっぱ真似しようとしても難しい。まあでも今のは見た目の個性の話だけどね。そうですね、うん、で結構多分ホストで言ったら多分秀吉とか結構なんだろうね、結構珍しいタイプの俺はホストだと思う。珍しいタイプ、うん、というのはというか珍しくない、なんか今時のホストってさ、そのなんでみたいな、あそれでホストとかあれ関係なく、はい、はいはいはい、なんか秀吉ってなんだろうね、なんでしょうね。秀吉さんらしさっていうのはでも確立されてたなって感じですね。うん、やっぱ秀吉さん大学生っぽいってコメントが来てるね。大学生、大学生っぽい、ね、うん、大学生っぽいってよく言われるんだよね、お客さんにも。ああ、そうなんだ。大学生っぽい、見た目が、見た目ですね、見た目が、見た目がか、うん、見た目と俺が言ってるのは違うけどね。見た目だけの話、うん、見た目ももちろん大学生っぽいかもしれないけど、うん、なんか中身の部分かな、なんか、うん、話し方とか、うん、今時のホストっぽくないよね、うん、そう言っていただけると嬉しいんですけど、ちょっと照れちゃいますね。ちょっと照れちゃって、もう汗がかわいい、かわいいですね。意外とお茶目の一面も。あ、ブログ見てますだって。ブログ。わ、ほらみんなやってるから、はい、ぜひよかったらみんなの。はい、ぜひぜひ。今何人ぐらい見てるんですか。今。太陽。はい。喋んな。お。沈む太陽って書いてる。太陽沈んではないですよ。梅雨の太陽。梅雨の太陽。もうそろそろ太陽の時間来るからね。何人かはちょっとまだ見れないんだ。見れない、うん、ね、みんな話したの、ね、いろいろ、まあ一通り話は、ね、はい、話した、はい、ちょこっと、はい、ちょこっと、ちょこっと、アピール、ベルサ、アピールタイム、アピールタイム、アピールタイム、お少ない少ない、まだまだアピールタイム、アピールタイム、はい、それじゃあですね、うん、まず僕から何でしょう、アピールタイムしていきたいと思います。はい、ケガすげえ臭い。今月、あー違います、先月の不審選手を取らせていただきまして、よいしょ、はい、で今月ホスト賞取りました。おぉ、はい、ありがとうございます。そう、ホスト賞取ったからね、最初のね、いや、ですね、いや、もうホスト賞を取らせていただいて、どうなのその気持ち、ホスト賞、あー、そう、どうなんですか、なんて言うんだろうね、やっぱり自分自身努力してたっていうのはもちろんあるんですけど、うん、もう努力させていただいたっていう気持ちがすごい強くて、なんかあんまり、なんだろう、なんか威張ってばっかりの先輩の下にいたら、うん、自分も
なんか頑張ろうって思わないじゃないですか、うん、何なんだろうとかそういう気持ちが出ちゃうと思うんですけど、うん、アピッツの先輩ほんとみんな皆さん尊敬して素敵でいい人たちばっかりで、なんかそういった環境があってこそ取れたものだなっていうふうに僕は思ってます。なるほど。取る前と取った後って気持ちも全然違う。そうだね、ちょっとね気が抜けちゃったね。でもまだ早いですよ、まあ、そのまだホストショーで終わらないですからね。だっておっと次何ショーがあるの。次はスーパールーキー。あーそっか、ちょっとえぐい。あれ結構ね大変だね。じゃあもう秀吉はあのまあちょっと頑張るというか、ここからね、だって言ってみればポンポンポンスーパールーキー賞取った人もやっぱいるみたいですから、まあね、ここはやっぱ同期の代表としてやっぱ僕は応援したいですよね。いやもうありがとう、気持ちが嬉しい、はい、じゃあ僕のアピールタイムを一通り終わりということで、うん、次はもうどうしましょう。じゃあ2人行こうよ。うわアピール、アピールですね。やっぱりだから太陽は秀吉さんのここには勝ちたいっていうところってある。どうですか。これ拾っちゃおうか。これはでも聞きたいですね。拾ってこう。レイさんのここには勝ちたい。まず身長は勝てないじゃないですか。まあ伸びないです。まあまあ笑うとこ笑うとこでしょ。ああ。どこあれ。笑うとこでしょ。どこここには勝ちたい。レイさんの。レザのどこに勝ちたい、うん、いやむしろ勝ってる勝ってる。個人的な目標として年内にはいはいはいランキングで、はい、お勝つつもりではいます。おおまさかの下克上発言ね。今のは勝ちたいな、勝ちたいなって思ってます。うん、さすが。おおちょっと今こっち見れない。試合本数で勝とうこれだ締めますね、勝とうライバルだ。まあそんな感じでもうこれからも頑張っていこうと思ってます。うん、おー応援しよう、それは応援します、それは俺も負けずに頑張るから、お願いします。うん、みんな応援よろしくお願いします。秀吉を、秀吉さんお願いします。じゃあ次、はい、行こう。そんなこんな言ってますけど、うん、まあ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 新人賞取りました、やっぱりすごいですね、うん、やっぱりホスト賞も取ったすごいな、太陽も負けてないんだぞっていう、うん、応援はしますけど、タイヤも負けないぞっていう気持ちで、お互いに切磋琢磨してって、最終的にね、どんどんこう、いい感じになればいいですか。そう、高橋社長ね、ジャパネットの社長なんですけど、うん、それ言われちゃうとびっくりだけど、ありがとう、熱で勝ってるのは嬉しいですね。そう、熱で勝ってるんですよ、タイヤは。これから熱くなるのは、だから僕のせいだから、今こっちに来てね、お酒飲んでやっぱり、涼んでほしいな。僕の隣にいたらでも暑いですけどね。ね、誰も聞かれないんですよ、僕の時は。ごめん僕マイク持ってなんか僕の時でなんか僕の時で毎回誰も拾ってくれないんですね。あ、そういうパターンなんだね。違うよ、もう一回行って、もう一回聞いてなかった。きついもう一回きついんですよ。びっくりした。ハンドクリーム、ハンドクリーム、チョークさんよ、ハンドクリーム。それいい匂いじゃないですか。チョークさんのハンドクリーム、ハンドクリームのいい匂い。なんかね、なんだろうこれ、なんかね、よしいいですか、地球の匂いがする。地球、いや地球の匂いがする。あー、まあいいか。いや、うん、いやいや、はい、トーマくんはもうアピールいいの。あ、いいんですか。終わってる。終わってますよ。まだ終わってないよ。終わってないよ。まあ僕、まあよくまあ同期でご飯食べたりするんですけど、なんか本当にもうみんな個性があるんですよ、うん、太陽はオハ太陽だし、うん、秀吉さんはやっぱこう落ち着いたいい雰囲気持ってるじゃないですか、うん、で春馬はすごいなんだろう、お調子者じゃないですけど、うん、すごいでも場を盛り上げる力を持ってる中で、まあ実際僕まだ迷ってるところです。サマヨウトーマ、そう、その通り。サマヨウトーマ、そう、分かってる。だから、まあそこで僕がどういう部分で勝負していけるのかまだ探してるとこなんですけど、うん、まあ、頑張るので応援お願いします。はい、よいしょ。はじめ、みんなで応援しよう。それはみんなで応援しよう。応援したいよ。うん、うん、じゃあそんなところで一通りアピールタイムも終わったということで、はい、どうしようかな。なんかもうバルスっていうコメントばっかり。真面目すぎ、真面目すぎですかね。まあ真面目す、この放送自由だな。なんか逆に聞きたいことないの。でももう時間か。そうか、そろそろ何時。
あと5分ほどですかね。あと5分ぐらい。はい。エオシパルス、何それ。あの、バルス、バルスって、これがノストラダマカベオミュスカという白ワインなんですけれども、そのミュスカにちなんで、うん、ちょっと僕が人がゴミのようだというコメントをさせていただいて、うん、それからバルスというコメントが、人がゴミのようだ、うん、あれです、うん、ラピュタのムスカ。あ、そうですね。パルスホストって意味、何それ、パルスホストって。パルスホストってなんか困ってる。破壊屋かな。破壊屋かな。今日できた言葉ですからね。今日できた言葉ですからね。ああ、そうなんだ。新しくそう、ゲオズバトラーに対抗するかもしれない。パルスホスト。すげえ、悪そうな。告知。告知だ。告知。はい、じゃあそれ一通りもアピールタイムも終わったということで、はい、告知のお時間とさせていただきます。はい、大丈夫かな。まずじゃあ、はい、こちらから。はい。はい、来月。そうですね。すいません、びっくりした。来月こちら18日19日ですね、アピッツの9周年の、はい、9周年を迎えます。18、19日にイベントをするので、よかったら皆さん、はい、ご来店お待ちしております。さあ続きまして、ちょっと周年18、19日の方の告知が先になってしまったんですけれども、はい、その前に、その前に、4月の12日にですね、アピッツのタクヤさんのはいバースデーイベントがございます。よいしょ、めっちゃかっこいい、めっちゃかっこいい。このね、タツヤの LINE 書いてるの来てない。かっこいい。タツヤさん、ね、あれタツヤ来てないじゃん。お前、はい、あれ、あらららら。そしてそしてなんと、はい、あのアピッツでは、一緒に働いてくださるソータさんだ、従業員を募集しております。はい、はい、お気軽にこの求人ライン、こちらそちらのラインの方にぜひぜひ興味がある方は LINE ください。よろしくお願いします。待ってます。待ってますよ。さあ今日はもうこんな感じで、はい、お送りさせていただきました。はい、すごい汗かいたね。ですね、緊張しましたね。うん、でもメイさんと一緒にこういうところに出るっていうところでまず緊張でしたね。なんでだよ、なんでだよ。いやもう下手しちゃいけないなって思う。あれもう時間ないじゃん。時間ない。やばい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 。最後面白いこと、面白いこと言って、面白いこと言って、最後いけいけ、5、4、3、メガント。バルスじゃないんだね。じゃあ破壊始まる。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。